こんにちは、ゆうです。エスケープ RX3 のちょっと改造したのでここら辺を紹介しようと思います。まずスタンドがちょっとまあそんなに高いものじゃないですけど、ちょっと汚かったので交換しました。で、あとはこのテールライトですね。ここにサドルバッグつけてたのをやめて、3段階で変わるやつこれにしました。これはUSB で充電できるやつです。で、シートポストのクランプも変えました。ピントが合わないな。これが一つのネジで止めるやつですね。ちょっとピントが合わないんです。あ、こんな感じで。サドルはそのままですね。で、これなんていうの、ヘッドセットかな、これも変えました。赤ですね。でこの、ネジもちょっとね、カメラがなんか合いましたね。これも Amazon で買って、こんな感じで、前のところも見えるかな、赤ですね。多分ステンレスかな。色はちょっと暖房に扱うと取れちゃうんですけど、なんかピントがうまく合わない。こんな感じです。この辺は一緒ですね。で、なんかこのバーテープもちょっと汚くなっちゃって、すでになんか破れてるんですけど、こんな感じですかね。でこれがキャメルバッグ。なんで緑かっていうと、キャノンデールのロードに乗った時は、その時にこれを買いました。もうキャノンデール売っちゃったんですけど。でこれが、鍵ですね。